私の名前は宗安宇衣子。最近あいつ無駄にセクシーじゃねえか。私も思った。なんか露出度が異様に高いっていうか、私の制服は圧倒的に布面積が足りていない。今までだましだましやってきたけど、ついにこの日みんな違和感に気づき始めたようだ。きっと男の目を引くためよ。最低な女ね。違うよ。それには理由があるんだけど、クラスのみんなは私が男子の目を引くためにこんな格好をしていると思っているようで。寄ってたかって好き放題言ってんじゃねえぜ。え、あまりウイコを変な目で見んなよ。レンタロウ。だけどその時、隣のクラスのレンタロウが私にジャージをかけてくれた。レンタロウは中学の同級生で、廊下から私の状況を察知して助けに来てくれたらしい。しかしなんでお前そんな格好してんだよ。中学の時はもっと普通だったと思うんだが、やっぱり欲求不満で。違うよ。私はレンタロウに自分の悩みを打ち明けることにした。中3の時パパが失業したの。そうなのか。それからうちはとても貧乏になって、新しい服を買うお金もなくて、ちょうどお姉ちゃんもこの学校の卒業生だから、お姉ちゃんのお下がりの制服を着ることになったの。だけど私、ここ数年で急激に発育が良くなっちゃって、私はこの2年で身長が20センチも伸び、制服のサイズが合わなくなってしまったのだ。制服だけじゃなく私服も全部お姉ちゃんのお下がりだからパツパツだし、こんなんじゃ外出歩けないよ。筆記用具もこれしか持ってないし。短消しゴムを買うお金だってないから、こっそりみんなの消しカスを集めて練り消しを作ってるんだよ。私はこの2年貧乏になってしまったせいで、服の面積だけじゃなくいろいろなものが足りない生活を送ってきたのだ。もう嫌だよ。私は何も悪いことしてないのに。まあよ、人生にはいろいろあるって、そう落ち込むなよ。レンタロウはそう言うけど、はっきり言って私はこんな貧乏人生にうんざりしていた。その時、私は2ヶ月間かけて作った大切な自作の練り消しを落としてしまって。ああ、これお前のか。それを拾ってくれたのは同じクラスの不良グループだった。このグループはいつもおしゃれな感じで制服を着崩している柄の悪い集団。レイ君たち、久しぶりに登校してきたのね。ド派手なファッションがイケてるってみんなの注目の的。学校にファンがいるほどイケイケグループだった。不良だからあまり学校に来ないけど。へえ、お前結構いい体してんじゃん。するとその中の一人、三枝レイ君が私の格好を見てそう言った。恥ずかしい。な、ウイコ。私は途端に恥ずかしくなって、ついその場から逃げ出してしまったんだ。てめえ、変な目でウイコを見てんじゃねえ。ああ、あいつがあんな格好をしてんのは貧乏なだけなんだよ。待てよウイコ。それからも私の足りない生活は続いた。体操着だってお姉ちゃんのだからパツパツだし。あんた、そんなに男子の注目が欲しいの？小賢しい女。違うもん。学校指定の水着だって、これはさすがに無理だよ。さすがにプールの授業は見学にさせてもらった。だけど私はこんな生活にいい加減嫌気がさしていた。もうこんなの嫌よ。制服くらい新しいのを買ってよ。私はその夜、限界が来てパパとママにそう訴えた。私服はまだしも、制服くらいはみんなと同じ普通のサイズが良かったのだ。だけど、そんなこと言ったって仕方ないじゃないか、金がないんだから。パパとママの服も洗濯をしすぎて縮み上がっていた。諦めなさいウイコ。わがまま言わないで、私のお下がりを大切に着ることね。元はといえば、お姉ちゃんが小さいせいじゃない。私のお姉ちゃんはとっくに成人しているのに、小学生で発育が止まってしまったのか、とても小さいのだ。本当はあの不良グループと同じようにおしゃれに制服を着こなしたりしたいのに。私の青春は貧乏のせいで最低なものになってしまった。この世界は不公平よ。
私は心底この不平等な世の中を憎んだ。そんなある日、制服はサイズが合わなすぎてついに破れてしまったのだ。しかもみんなの目がある教室で。ああ、ウイコの制服が破けたわ。とっさにうずくまった私だけど、見ないで、見ないでよ。そんな私をクラスメートたちはニヤニヤといやらしい目で見てきた。そしてちょうどその時、あ、レイ君。最悪なことに例の不良グループも登校してきてしまったんだ。そして私の姿を見るなりいやらしい笑みを浮かべた。そんな私に追い打ちをかけるように私の制服は至る所が破れて床に落ちてしまった。どうしよう、これじゃ動けないよ。私は絶望した。逃げようにもこの状態では身動き一つ取れない。近くに体を隠すものは何もないんだから。すると誰かが私の制服をおもむろに拾い上げて、それは不良グループの三枝くんだった。そして次の瞬間、そんな何するのよ、やめてよ。三枝くんたちは私の制服をハサミでチョキチョキと切り出したんだ。先生、助けてよ、やめさせてください。私はとっさに先生に助けを求めたけど、先生、そんな。先生は一切止めずにただこの状況を黙って見ているだけ。こら、てめえら寄ってたかってウイコに何してんだ。レンタロウ。その時タイミングよくレンタロウがやってきた声がして、助かった。あの時みたいにまた上着を貸してくれる。私はそう期待したんだけど。何やってんだお前ら。なんで私より布面積が少ないのよ。あろうことかレンタロウは今の私よりも露出度の高い格好でやってきた。施設からプール清掃の依頼を受けててな。レンタロウは便利部というよくわからない部活に入っているんだ。そんな、おい、何すんだお前ら、やめねえか。その間も不良グループは好き勝手に私の制服を破いたりハサミでちょん切ったりしてバラバラにしている。こんなのってないよ。きっとみんな貧乏な私のこの哀れな状況を見て楽しんでいるに違いなかった。残念、これでもうあんたの制服は着れないわね。着れるよ。え？だけど三枝くん、これでいいかな。私も家から使わなくなった布を持ってきたわ。先生のも使ってくれ。え？何やってるのよみんな。同級生たちは紙袋から出した布を三枝くんに手渡し始めて。それじゃあ始めようかニナ。ええ、準備はできているわレイ。不良グループが取り出したのは裁縫セットとミシン。すると三枝くんたちはカットした私の制服とみんなが持ってきた布を手際よくつなぎ合わせ始めた。これは一体。君の制服のサイズアップリメイクさ。リメイク？小さくなってしまった服は似た布生地を継ぎ出せば大きくできるの。後でスカートも貸してね。え？私には何が何だか分からず。そして数十分後。すごい、ぴったり。どういうことだよ。私の制服はこれまでの窮屈さが嘘のように事前な縫製でサイズアップがなされていた。君の話を聞いて事前にクラスメイトたちに不要になった布を持ってくるようにお願いしていたんだ。俺たちなら君の制服をリフォームできると思ってな。私たちは服飾部だからね。私は今日初めて知った。この4人はひばり西高校の服飾部。あなたたち不良じゃないの？よく間違われるけど違うよ。私の制服をバラバラにしていたんじゃなく、その技術で服を作り直してくれていたのだ。ファッションショー見学やデザイン画のコンテストへ参加したりして毎日何かと活動しているからな。学校サボっているように見えるし、そう思われるのも仕方ない。精力的に部活動を行っていたからなかなか学校に来れなかっただけで、三枝くんたちは不良グループなんかじゃなかったのだ。そして見れば見るほど私の制服は自然な仕上がり。その縫製技術についうっとりしてしまうほどに。ありがとう、私何か勘違いして。実は君にお願いがあってね。え？
すると三枝くんは唐突に私に向かってそう言った。君の力を貸してほしいんだ。聞けば今度の文化祭で服飾部主催のファッションショーを行うため、私にランウェイを歩くモデルになってほしいという。いや私がモデルなんて、そんな。一目見てからこんなに素晴らしい逸材はいないと思ったんだ。どうやら三枝くんたちは私の急激に成長したスタイルを評価してくれていたようだ。本当はモデルなんて恥ずかしかったけど、制服を直してもらった手前断れず、結局私は参加することに。人手が足りないの。あなたも手伝ってもらえる？俺もか？そしてそれから文化祭に向けてファッションショーの準備が始まった。すごい魔法みたい。一から服ができる様を生まれて初めて見た私は、まるで魔法でも見ているかと思うほど感動してしまった。人の価値は身にまとうものによって変わるものだ。真にその人に合った服をチョイスすれば、どんな身分のものだって一流にも二流にもなれる。ファッションによって人は皆平等になれるんだ。平等。1ヶ月後、予定通り文化祭で服飾部によるファッションショーが行われた。最初は気恥ずかしさを感じた私だけど、ファッションショーは服が主役。三枝くんからそう聞くと途端に楽しくなってきた。やはり俺の見込んだだけのことはある。そんなわけでイベントは大盛況のうちに幕を下ろした。すごいよ、ういこちゃん、とても綺麗だった。みんなも布を分けてくれてありがとう。少し前まで足りない日々を送っていた私からは考えられないほど、みんなから注目を集めることになって私は正直嬉しかった。まさかパッツパツの制服を着ていた私があんなおしゃれな舞台で脚光を浴びることになるなんて。キャー、制服が破れちゃった。なんで私のは直してくれないのよ。このことがきっかけで将来モデルの仕事もありかなって思ってるんだ。とにかく見た目で人を判断するのだけはやめよう。私はそう固く胸に誓ったのだった。